今日はですね、あの巨人坂本勇人選手の、はい、まあ、女性、まあ、トラブルというですね、9月10日の文春オンラインで20代女性とですね、まあ、継続的に関係を持って、まあ、過激なプレーとか過激な、まあ、はい、まあ、色々、まあ、行為があったということを、まあ、告発をされたというような内容なんですね。それについてちょっと今日は分析していこうかなと思ってますけど、これあの、まあ、記事を読むと、はい、あの前ちょっと香川さんの時も話したんですけど、示談をしているって話が出てくるんですよね、はいはい、巨人軍を通してか、まあ、その女性側と示談していると、うんうんうん、巨人はそれで終わってる話だっていうのがコメントとして出してるね。それは巨人軍が、巨人軍側、はい、で、まあ、さんは何も答えてないんですけども、うーん、ただその示談してるんだけど、まあ、LINE とかですね、詳細な証言とか、証言者は知人っていう風になってるんですが、かなり詳細な内容が出てきていて、はい、まあ、坂本選手としては、まあ、なかなか、まあ、ダメージが大きい話だと思うんです、うん、示談したのに報じるのかっていう、まあ、話を前もしたと思うんですけど、はい、どう思いますか。やっぱ示談してるけど報じるでしょ、それは。そう、示談しようがしまいます、そっちの話だからね。まあ、そうですね、こういう事実があったんですよっていうことを、ね、うん、別にいいんじゃないですか、うん、トラブルが起きると事務所が入ってきて弁護士入れて、はいはいはい、まあ、示談をまとめ上げる、はいはい、女性も素人なんで、うん、まあ、何も分からないうちにサインをしてしまうとか示談をしてしまうけど、やっぱり許せないっていうケースがまあ結構あったりするんですね。やっぱりっていうのが多いんですか。やっぱり許せないとは。はい、感情的な問題じゃないですか、男女関係っていうのは、まあ、で今回結構ね、本当に露骨な内容をね、暴露されていて、うんうん、妊娠中絶もそうだし、なんかケツ穴がどうのこうのとか、いろいろ、まあ、いろんなことが書いたんですよ。過激プレイを要求するラインが出てるんですね、坂本さんのサイドの、うん、で多分それを暴露するっていう部分はやっぱり元その当時は受け入れてたんだけど、やっぱり許せないというか、やっつけたいという感情が強いんでしょうね、本人の。まあ、もちろん妊娠中絶とかですね、まあ、女性にとっては気づく面があったので、うん、まあ、文春オンラインではまあ記事をしたということなんですけども、はい、まあ、ただなかなか他のメディアは後追いできてない、あ、まあ、できてないというか、まあ、してないというかですね、ですね、まあ、巨人に忖度をしてるって言われてるんですけども、なぜその、まあ、話しちょっと示談したのにというのは、うん、結局ですね、まあ、僕らも取材して思うんですけど、例えば示談して一回を決着した話でも、うん、まあ、本人が謝ってくれないから許せないというパターンって結構多いんですよね。へ、うん、人間って感情的な生き物なんで、はい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 、なんかお金もらったけど、なんかなんだあいつ謝りもしないんだとか、代理人ばっか来やがって、そうそうそう、で代理人って言うともますますなんか冷たい扱いされるわけじゃないですか。まあ、うん、一言謝ってほしかったって言われて告発受けるケースもあったりとかして、謝った方が安く済むんじゃないかなって僕らは思ったりすることもあるんですけどね。それやったら絶対謝ってくれないですよ、ね。まあ、だから多分告発するんですね。謝って もういい、もう、もうその可能性もないという段階でっていうことだと思うんですよね。へ、うん、見え方としてさ、こういうタイプの記事って、うん、あの、うん、女性の方が、うん、結局ね、うん、そんなことを週刊誌にね、まあ、暴露するのかみたいな、うん、そういう声も一方で出てきちゃうでしょ。女性が売ったみたいなね、うん、見方をされることがありますよね、はいはいはい、もうそういうケースももちろんあったりする。まあでもやっぱり感情的にどうしても納得がいかないっていうケースもね、うんうん、あったりして、売ったというよりももう行き場のない怒りというかですね、うん、結構必殺仕置き人みたいな仕事になる時はあるね。仕置きになっちゃうんですか。だからちょっと困った人がこっちに垂れ込んできて、なんとかあの人を、ね、人たち浴びせたいという相談を受けて、まあ、こっちは何の恨みもないわけじゃないですか。そういう風に見えてるから、うん、結構ね、頼まれたりする時もやっつけてくださいみたいな、こうね、思考、あの、うん、来るわけですよね、うん、意図で、だけどやっぱやっつけてあげたいって前も言ったかもしれないですけど、うん、まあ 思って やってないんで、うん、なんか自動的にね、見え方として、うん、その文春に垂れ込めばね、週刊誌に垂れ込めば、あの、自分の復讐のためにこうね、憂さを晴らせるみたいな風に見えてるところもあるよね。これはもちろんその気持ちも分かるから協力をする部分もあるけど、うん、かといってやっつけるためにやってるかっていうと、まあ、そういうわけじゃなくて、まあ、事実だっていうところをまあ確認してっていうことになるし、その後の処分まではこっちが求める立場ではないので、はいはい、
記事にした時面白いかどうかで決めて、面白そうですね、まあ、面白いというか、なんていうんですかね、まあ、やっぱりあの仮面をはぐじゃないですけど、はいはいはい、まあ、裸の王様は裸だっていう仕事なので、あの、まあ、巨人のキャプテンはこの人だっていうことだとは思うんですね、はい、基本的には。これがだって二軍選手の名もない人だったら別に記事では、うん、なんか最近でもなってね、なってんですか、地味な野球選手とかね、なってる、なってる、なんかまあ読者目線で言えばそれ面白いのかなっていうのは、ね、まあ、思うけど、まあ、一定数のファンがいいんでしょうね。野球選手は終わりやすいもんなんですか。終わりやすいですよね。二人でやったこともありますよ、ね、あるあるね、マジですか、うん、僕とこうチームでや、まあ、ある、うん、でも巨人の選手だったんですけど、巨人、はい、やっぱ巨人なんですか、やっぱ巨人です、やっぱり巨人ですか、あ、巨人はまずそうですね、あ、うん、まず巨人、うん、やっぱりあの巨人軍は支援したるって看板があったじゃないですか、ああ、それを剥がしてあげたいっていうのはやっぱり思うですね、本当かなと、あげたい、その時は有名選手ですか、それもまあ当時有名、まあ、おじいさんってあの当時中継ぎかなんてエースタッフだった人が、まあ、不倫&、はい、あと闇カジノ外来か、そうだ、ね、みたいな感じで来ましたね、うんうん、当時取材したら結構ね、巨人の選手ボロ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 ね、いるんで、他に、まあ、当時野球賭博もあったじゃないですか、あ、でその流れでやったんですけど、はい、ありました、結構やっぱ問題児多いなっていう感覚あれあるよね、取材に行ったら、うん、まあ3人で飲み行くことになって、うん、で飲み行ってまあ取材がてら、はい、だからあのちょっとこうざっくばらんにね、はいはいはい、話しましょうってなって、うん、これよくいろいろ話し込んで心を開くといい取材だったなって思って前おっしゃってましたけど、大地さんの場合はどうだったんですか。結構意外とだから最終的にスキャンダル書くことになったんですけど、うん、話す機会なかったんだよ結構ね、うん、まあ、最終的に逃げたけどね、うん、最終的には電話にも出なくなった一緒にね飲みに行ってね飯も食ったのに、最終的にやっぱり書かれるって分かってもう逃げたよね、彼なりの怪獣作ではあったんですか、うん、だからきちんとね取材に応じれば、はい、まあ、もしかしたら、あの記事がね出ないかもしれないと思ったのかもしれないですよね、出るってなったら、うん、で出るってなって、細かい事実関係をこうきちんと確認するために何度も連絡したら、はい、出なくて、出なくて、なそうだね、そうだね、で携帯変えてかけたら、はい、あ、もしもしって出る、完全にそうじゃないですか。僕が思うのはその巨人がまあそのまあ、変わったというか大きなタイミングで、原監督のが1億円を暴力で払って女問題を揉み消したっていう問題があってですか、まあ、あれから原監督何も誰にも言えないじゃないですか、あれから結構大きく変わった気がするんですよね、今日そうですか。でなんか結構面白かったのが、原監督が坂本選手になってなんかね精神状態がちゃんとしてないみたいなことをコメントしてるんですよ、お前が言うなって話だし使ってるそんな状況の中にLINE さらされてる中で精神状態がねみたいな話ですけどお前だって経験あるだろう、あるだろうで坂本選手とはね別に監督だってやってたじゃんみたいな話だったわけで、うん、っていう風な感じになるし、まあ、巨人も多分そういうのもあって、何も巨人あの時は1億円を巨人が払ってたんだっけ、確かそういう話だったね、だからもうアウト中のアウトじゃないですか、そうそう、でまあそれでも監督は解任はされてないんですよ当時も、うん、お咎めなしという、うん、もう前例ができてしまったので、はいはい、多分坂本選手がこういう状態になっても、うん、ね、何も言えないっていう感じの流れになっちゃってるんだと思うんですよね、はいはい、野球選手もまあもちろんね女遊びが激しいのはしょうがないとは思うんだけど、なんか気になるやっぱり女性に対して結構別視的な感じなんですよ坂本選手ってね、あ、そうですか、うん、なんかその昔もだから宮崎のキャバクラでブスとかって女を罵倒したみたいな記事があったりとか、で彼がなんでそうさせるのかってすごい気になるんですよね、だってずっとモテてきたからじゃないですか、あ、まあ、モテてもでも優しくする人いるじゃないですか、いや今回も結構女性を、まあ、いわゆる、まあ、奴隷的な扱いなんですね、 LINE を見る限りは、もう強要、いろんなプレーを強要してみたいな、なぜそういう彼がそのメンタリティになったのかすごい興味があってですね、はい、ちょっとそれを掘り下げる記事もどっか読んでみたいなとは思うんですけども、なんか昔その僕そのアイドルがまあ彼女を DV したって記事を書いたことがあるんですよ、あ、そうですか、でその時その彼女が言ってたのは、はい、プレッシャーに負けちゃってなんかそうどん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 荒れてったみたいな、本人が、まあ、要は若い子がいっぱい出てくるし俺がいつまでもスターでいれば分からないと、はいはい、
でも金はあるんだけどなんかみたいなことでなんかロックスターの悲劇みたいな感じでなんかどん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 暴なんか女の子暴行を働くようになるんですね。でなんかそういうなんか坂本選手も闇があるのかなっていうのはちょっと気になったりするんですけど、あんまりピンときてない感じ。いやそんなことあるのかなって。なんか言ってましたねそれは。性格じゃないですかね。性格なの。性格わかんないけど、でもほらあんまりいい噂聞かないでしょ、正直言って。坂本選手のそういう、ね、あの女性関係の話とかチラチラ聞くんですよね。記者仲間では結構あいつはいつかみたいな感じにはなる。まあ記者仲間っていうか、そうですね。だから例えばそのこれ宮崎のさっきね、あの飲み屋に行ってみたいな話で、その宮崎界隈の人からいや実はみたいな話はちょこちょこ聞くんですよね。何かを境にしてそういう風になったっていうじゃなくて、元からの元からなのかもしれないよね。わかんない。プレッシャーはみんなあるでしょうからね。まあまあね、うん、そうですよね。それで薬走るとか本番に走るとか、まあね、まあ、いろんなパターンはあると思うんです ね、まあ、ただ元からの性癖だとかそういう可能性ももちろんあるんですけども、うん、まあね坂本選手もねこれからはなかなか